おい、火炎放射器みたいなやついるわ。ちょっと待って。長押しで。よっしゃ。お前。よっしゃ、二人。いやー、バカじゃないの、これ。皆さんお疲れ様です。天かすの量です。本日はデイズゴーン続きの方ですね、プレイしていきたいと思います。前回の続きですね、クーリーに助けられて、今回のミッション、これロストレイクに行くってことは、サラを助けずに、まずブーザのところへ行くってことみたいですね。それではね、早速ロストレイクキャンプの方、行ってみたいと思います。まずブーザを見つけて、ブーザと一緒に助けに行くって感じの展開になるのかな。マジか、検問？他に道はないな。まだ見つかってない。ちょっと。こいつと。いや。いや、スナイパー欲しいなぁ。使える。ん？バレてる？大丈夫か？やれるかなおい、火炎放射器みたいなやついるわ。ちょっと待って。長押しで。よっしゃ！とりあえず一人？いや、ちょっと待って。お前。よっしゃ、二人。いいね。いや、スナイパーライフル欲しいわ、ここ。やったか？よし、3人か、これで。いや、いた。やべえ。見つかったか。で、なんか、トラップ外したか？え、ちょっと待って。ちょっと待って。うおー言ってる。ちょっとなんか場所が分かんなくなった今一瞬。ほら、これでよし。お前か。よし、いやー、撃ってきた。届くか。いや、どこ？ちょっと回復しとく。
あそこか。うざいな。ちょっと投げるか。フラグレネード届くかな。いやー、ちょっともう少し。よし。やった？いやー、生きてるか。いやー、届かないよねー。もうちょっと前行きたいな。ほい、はい、いやいやいや、全然届いてないのあれ。くっそ、どうしよっかな。うぜ、これ、いや、これ大丈夫？回復して、あそこか。ここだったら届くっしょ。ほい、え、うっそ、生きてるわ。かわしてんのかな。マジか。火炎瓶、ほい。くっそー、なんか死んでねえし。どうすっかな。やばいやばいやばい、来たわ。こっちから行く。いやー、当ててきた。お前からやったるわ。よし、それで前行く。よし、こっからだったら狙いぜ。お前、散々コケにしやがって。よし。まだスナイパーいるのかよ。あそこにもいんな。いやー、届くかな。違う、フラググレネード、危ねこい。よし、いやー、やばいな、ほんと。とりあえず中入りたい。何か作れそうだな。よしよし、スクラップだ。ちょっと待って、釘バットぐらい作れんだろ。作れんかよ。釘バット作れる。あれ、なんかさっき印出たぞ。ダメか。
よし、こっからだったら狙えるか。嘘ん。いやー、うざいな。長押し。やったか？そう。当たんない。よっ、こっちからもいる？いや、いるね。いやー、もう ピューロ。よしよし、向こう行く。よしよし、弾薬欲しいわ。リロード。よし、行くぞ。こっからどうする？いるいる。いや、どこ？いやいや、いたいたいた。うそん。いや、どこどこどこ。やっとるわお前。くそ、あぶねえ。回復。いやー、怖かった。ここでしょ？もう投げちゃおっかな。そう、見つけた。どこだよ。俺が見つかんねえよ。なんでこれ。おいよ、足がすくんだか。くそ。何を走り回ってるのか。え、いけないの。
よしよし、来い来い来い。よし、これで終わりか。あー、よし。いやー、時間かかった。めちゃくちゃ時間かかったわ。とりあえずアイテム拾っていって、いや、検問とかほんとやめてほしいんだけどね。クラフトできるやつクラフトでしていって。ガソリンだ。ガソリンいらね。いやー、いや、長かったわ。じゃ、検問なんとかね、突破できそうなんで、このまま突破していきたいと思います。テラップだ、今行く。まただ。いやー、食らっちった。よいよいよ、またかよ。と回復して、いや、これスナイパーねーときついわ。いや、とあぶねー、びっくりした。ほい。あ、当たんないだろうね、多分。当たるか。いやー、違う違う。よし。いや、怖い怖い。なんかねえかな、爆発物。とりあえずなんか投げるか。火炎瓶でもいいよ。届かない、届かないわ。ちょっとね、ナパームいっちゃう。あ、ナパーム届かないんだよね、全然。おお、ナイス。いいよ、なんかわかんないけど。こっからだったら火炎瓶もいっちゃうよ。おら、よし。アイテム拾っていって、スナイパー持ってる。これスナイパーだっけ。まあ、いっか。
スナイパーね、きついな。いただき。うっときた。回復して。あれ？ちょっと待て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 。よし。あとはどこいる？近寄っていって。よし、すげえ弾ゲット。もういっぱいありそうだな。クラフト。大丈夫か。ドカンと行くか。さあ、ドカンと行くか。なんかあったっけ？パイプ爆弾。はい。はいはいはい。スクラップ。いやー、とりあえずトンネルまで来ましたね。さあ、トンネルを抜けて、うわっと、なんかいるぞ。ちょ、待て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 、ちょ、間違えた間違えた、こっちこっちこっち。いやー、びっくりしたー。マジかー、ここにもいんのかよ。よし、とりあえずここまで来て。くそ、ネロの剣も上奪ってるか。いやー、バカじゃないのこれ。どうしようかな。いや、お前、来いよクソども。ブラックレネード、はい。いや、火炎瓶、はい。どう、全然違うとこ落ちてるわ。ナパーム、ほいよ。燃えた、燃えてる。じゃあまたそこをどけ。くそー、パイプ爆弾、もうナパームしかないの？マジか。フォーカスカクテル。いやー、やばっ。ほら、よし、一人でしょ。フォーカスカクテルいいね。でもすぐなくなっちゃうね、これ。クラフト、いや、お前、うわー、ブレた。うそん、回復して。あのスナイパーだるいな。もう一回フォーカスカクテル使うか。
いやー、ちょ、こっち回ってく。いや、なんかないかな武器。弾薬じゃなくてナパームしかないのか。来いよ。来いよ、クソども。ダメか。全然当たんね。ね、一回フォーカス使って切り替えて。いやー、誰かこの辺死んでない。お前ら邪魔だ、そこをどけ。いやー、くそ。一回フォーカス使っていく。いやー、くっそ。ダメ。チキッシュ、来やがれ民兵ども。おら、よし。そこ近いからな。なんか投げるもんない。いや、くそ、投げるもんないんじゃないの。クラフトもできない。発煙弾ちょっと投げて。ほらよ、知らないけど一発で死ぬ。いやー、俺が間に合うか。使ってもう一つ使って、よし。なんか挟まっちゃってここやばいって。ちょっとね、よしよしよし。いやー、なんとか。ほら、当たった。邪魔だ、そこをどけ。いやー、ほんとあいつ邪魔だわ。近くに寄ってやるわ。いや、いたわ。よしよし。これなんか投げてもダメかな。クラフト、ん？クラフト。ほい。さすがに行くっしょ。よし。いやー、アイテム拾っていくよ。いやー、やっと通れるわ。長すぎだよ。いや、まだいるでしょこれ多分。え、いいの？あ、はい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 。よかった、ムービー貼りました。おい、お前ら！あいつら、逃げるぞ！奴らを追うぞ！スキッツはどこだ？誰か見てねえか？やったぞ！俺たちの勝ちだ！早く追うよ！逃がさないで！一人残らず殺すんだ！スキッツはどこに行った？みんな探してるが、どこにもいない。早く、行くぞ！
大丈夫だ、奴は絶対見つけてやる。ああ、リコ、よかった、来て。リッキー、どうした？アイアンマイクが撃たれた。いや、何サボってるんだ。釣りでも行かないかと思ってな。食い物がいる。なあ、見つけたか、お前の嫁さんを。見つけた、外にいる。連れてきたのか。ああ、あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そら、よかった。よかった。会ってみたい。お前が、あそこまでする女だからな。俺のエリザベスも。大丈夫だよ。マイク。マイク、これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しないで。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ。間違ってた。お前はどんな手を使ってこのキャンプを守る。リッキー。うん、ここにいるよ、マイク。マイク。マイク。こんなことは言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッズを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。それで、ああ、うるさい、いいから黙れ。これは追悼なんかじゃない。マイクはそんなの望まねえ。俺らにそんな時間はないんだ。なぜなら今日戦った連中はあれで終わりなんかじゃない。まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢いやがる。次に襲ってきたら今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら、喋るな。静かにしなって。アイアンマイクはディーコンを信用したんだ。だからみんなも話を聞きな。いや、悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない。ただのドリフターだぞ。そう、なら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか。ブーザに俺の部屋に来いって伝えろ。こいつを見てみろ。あるシェルターで見つけた。これって、ああ、トラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。そこに書いてある肥料で満タンにする。アンモニウム。ああ、そいつをクレオソート400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってことか。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする？サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を。
殺さない保証はあるの？サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができればその隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイクたちはこの戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザーどうする？乗るに決まってんだろ。そっか。でも私らだけじゃ無理。そうだな、他に来るやつがいたら一緒に南ゲートを叩け。爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな。オッケー、準備しないとね。むちゃくちゃなやつ。はい、ミッション完了です。神の使徒かと思いきや、はい、続きやっていきます。さあ、ストーリー更新しましたね。最悪の敵。いやー、クラフトマニュアルもアンロックできましたね。え、クラフトマニュアル、ナパーム火炎瓶って、クラフトできてたよね。あれ？カスタムスキン、あ、これバイクのやつね。はいはい。いや、なんかいっぱいカスタムスキンできる。新しいミッションですね。見せてえもんがある。リッキーと話す。こちらの方でね、やっていきたいんですけど、本日はキリがいいので、ここまでにしたいと思います。ね、またね、動画の方すぐアップいたしますので、チャンネル登録はまだだよって方はね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。天かすの量でした。バイバイ。